サッカー J1 リーグで最下位に沈むジュビロ磐田は、おととい伊藤明監督を解任。後任は未だ決まっておらず、今日チームは新監督不在のまま練習を行いました。先ほど午後4時から行われたチーム練習で指揮を取ったのは渋谷博樹ヘッドコーチです。監督不在の中での練習となりましたが、連携確認などのメニューで汗を流しました。このやっぱり非常事態な状況なんだと、そういう思いで、とにかくゲームに入って、本当最後、力果てるまで、戦うってことが、大事なんじゃないかなと思います。現在ジュビロはリーグ戦25試合を戦い、5勝7分け13敗で最下位。得失点差はリーグワーストマイナス19となっており、攻撃と守備両方の立て直しが急務です。いろんなこう気持ちがありますけど、全員で同じ方向を向いて準備したいなと思います。今がすごく大事で、僕ら、経験のある選手たちは引っ張っていかなきゃいけないし、その結果を変えれるのは選手のパフォーマンスだと思ってますし、チームとして結果が出せるようにやっていきたいと思ってます。今週金曜日にはアウェーで名古屋との試合が控えているジュビロ。リーグ戦は残り9試合、 J2 降格圏から脱出するため新体制の発表が待たれます。